さあ、それでは続きやっていこうと思います。今度はねマスキングですね。結構青島のマスキングはこうね分厚くて大丈夫なのこれって思ったりねするんですけど、まあ粘着もね比較的弱いんですよ。ということでね、貼り方をね、鍋さんこうやってやってますよと、よくね内側に貼り込んでしまうとかそういったねことがあったりするので、そういうのをね防ぎながらやっていこうかなと思います。分厚いがゆえにそういうことがね起きたりとかね、粘着力が弱かったりするとそういうことが起きたりするんで、まあ心配な方はねこれを型として、あの黄色いいつものマスキングテープでやるのもいいかなと思うんですけど、まあね鍋さんそういうのめんどくさいがり屋なのでやらないので、これでやっていこうと思います。とりあえずねまずこのねクリアパーツを切ることからなんですけれど、これ切るのもなんていうかな、このままこうバチンとやらずにね、やっぱり2段切りでしっかりこうゲートを残しながらやっていってあげないと、クリアパーツって結構硬いんで変なねひびがいっちゃったりするんですよ。こういう風にねゲートをしっかり残してね、でこれでちゃんとこのギリギリのところでこう切るようにしましょう。2段切りで、ただそれでもこうねぼっちとこうゲートが少し残るので、それはねカッターナイフでねあの処理してあげるようにしましょう。結構ねあのヤスリとかで目が荒かったりするとヤスリのねその振動がバキバキってこうね割ってしまったりするので、それを防ぐためにカッターナイフが一番いいかなって思います。カッターで切ると、まあもちろんカッターの刃も、ね、よく切れる状態にしておかないとダメですけどね、割とこんな感じで綺麗になります。でここから細かいペーパーで線板とかでこう綺麗にしていった方がいいかなと思います。まあ鍋さんの場合ねここは特に見えなくなってしまうところなので、テールランプとかああいったところはね見えるようなところがあったりするので、そういった時にはちょっと気をつけないといけないですけど、まあこうね削ってあげればカッターでね切ると、あの発火しにくいっていうところがあるんでね、発火ってあのし、ね、火が出るんじゃなくてね白くなりにくいっていうところがあるので、カッターナイフでね仕上げてあげましょう。でもこんな感じで綺麗に仕上げれましたよという風になったら、まずねここのホコリをねしっかり取ってあげましょうね。マスキングテープつけるのにねホコリが乗っかってたりするとね、ホコリを巻き込んでしまって、それがまた真ん中の辺だったりするとねマスキングしてあるから問題はないんですけれど、やっぱりエッジの部分とかマスキングとその境になるところにね乗っかってしまうとねよろしくないのでね、こんな感じでホコリを取って、そしたらマスキングいきますかね。結構分厚いんですよこれが。で私の場合ね上がこういったこう形になっているので、上から合わせるように貼ってあげますね。まあ幸いなことに案内がねあるので、案内ってこの柄がねこう違うじゃないですか、それに合わせてねやってあげましょう。で軽く貼って表からもちょっとこう確認して、ちゃんとこのマスキングがねしっかり乗ってるかなっていうのをね確認しましょう。ああ爪が長くてよかった。爪ねちょっとすいませんね、こんな切ったね爪なんか見たかねえよっつってねいうとこではあると思うんですけど、ちょっとね爪が今ね切れないんでね、あんまり爪を思いっきり切ってしまうとちょっとね指に負担がかかるっていうのがあって、結構爪ってね大事なんだよね。指でいうこう何か物を押したりとかするときに対して当て気になってくれるというか、そういったのがある。爪あんまり深爪とか深く しっかりピタッと切ってしまうとね、結構逆に負担がかかってしまったりして指の形が悪くなったりね、まあ、そう簡単にはならないですけど、まあ作業性が悪くなって指が痛いってなったりとかするんで、よしこんな感じで綺麗にできた。表面から見てこう貼るのがいいね。で内側から外に向けてね空気を抜いてね上げましょう。スマホのフィルム貼るときと同じような感じだね。そうするとこんな感じで綺麗に貼れるので、でこれを今度密着させてあげるよと、しっかりね指でこう押さえて密着させてあげましょう。どうでしょうか、できました。で今度ねここの部分っていうのはねクリアガラスになってるので、もちろんねサイド運転席助手席の部分なってるので、ここはねマスキングをしてあげないといけませんよという感じになりますので、マスキングをしていきましょうって言いながらマスキングテープがどこに行ったかっていう、
部屋が汚い。じゃあちょっとね、撮影の仕方を変えようと思って部屋の掃除をしようと思ってね、地道にやってるんですけどね、なかなかそう簡単にはいかない。でここのね A ピラーのところをね、こういう風な感じでやってあげればいいかなと。でここね余ったところはね、ちゃんとこう折り込むなりなんなりして綺麗にやってあげないと後で邪魔になるんでね。こんな感じでマスキング、まあちょっとここ今余らせてるけど、まあそれは後で。で表面にもね、いくらね裏からこう塗装するって言って言っても、表面にね吹き返しで塗装が乗ってしまうことがねよくあるんで、それを防ぐためにもしっかりね表面もマスキングをしてあげましょう。こんな感じで、でさっきのここもね、テープって結構使うんだよね。まあそう高いもんじゃないからね、これはもう容赦なく使ってった方が安全かなと思います。であと内側ねもやっていきましょう。内側も同様に A ピラーのところになぞって、くっつけますよと。まあ問題はね塗装の仕方なんだよね。そのねマスキングテープの隙間から入っていくような塗り方をしないようにしないといけないんでね、まあそれをどうやってやるかというところが肝心なところじゃないかな。特にズバズバズバって吹いていっちゃうとウェットな感じで吹いてしまうので、そうするとね非常に良くないので、あ短かった。まあ、この上の面もね見えるからつって言って気にされてね、あの塗装する方もいらっしゃ、ちゃんとマスキングするっていうか、なんだろう、マスキングを避けて塗装する方いらっしゃると思うんですけど、まあ鍋さんの場合ねそこまで気にしない人間なんで、あの覗き込んでもねそう簡単に見えるところじゃないんでね、車種にもよりますけど、これは特に見えにくいのでこのままいきます。こんな感じで塗っていきましょう。よし、ではね塗装しますので、一旦カメラアングル変えますね。さあそれではやっていきますか。今回ねこの内側に塗装するよっていうところがあるので 0.5 ではなく 0.3 でねうっすらと拭いていこうかなと思います。一気に 0.5 とかの濃いやつじゃないや、たくさんの出るやつでやってしまうと、どうしてもあのビターっと塗ってウェットな状態になりすぎちゃってマスキングテープの間に入っていっちゃうよっていうことがあるので、ザラ拭きを繰り返して色を徐々に徐々につけていくような感覚でやっていけば、要はねダムみたいなのがそこに出来上がるので浸透していくことがないよという感じです。だからザラ拭きで時間をかけて塗装していく。今カメラに映ってるかな、ギリギリ映ってますね。この辺でやればいいのかな。うっすらうっすらとねザラ拭きを繰り返して色がねつけないように、まあ幸いなことにね色が黄色っていうのがあるんでね、マスキングテープがっていうことはやっぱりこう透けてるか透けてないかがね見やすくなってますのでね、しっかり黒が入って黄色がね見えなくなったら OK なんじゃないかなという感じでやっていきましょう。で特にこれね内側ですからね、そんなにしっかりツヤが出るように塗装する必要もないので、例えばこう塗装した後に最後仕上げでね綺麗にしておこうかなみたいな感じでツヤを出そうとか、そういったことはね考えない方がいいんじゃないかなと思います。まあどうしても俺ツヤ出したいよっていう場合は、あの最後マスキングテープも全て外した状態でトップコートのような感じでやればいいんじゃないかなと思います。まあしっかり乾いた状態でね。まあそもそもねこの周りの部分っていうのは実写見てもね
ツヤありになってるっていうことないと、まあ要言ってもセミグロスブラックとかその辺、あ、そのぐらいだと思うんでね。ね、どうでしょう。でもこれで黄色が透けてないのがよくわかるかな。よし、ではね、剥がしていきますので、ただちょっとね、この今本当に超塗りたてなんで、まあ5分ぐらい乾かしてからやりますんで、一旦カメラ止めますね。さあ、それでは剥がしていこうと思います。まあ、なぜね、そんな5分ぐらいっていうさ、しっかりとした完全硬化を狙わないか、完全乾燥を狙わないかっていうと、要はね、完全に固まってしまうとパリパリって割れてしまうことがあるんですよね。まだ柔らかい、ちょっと柔軟性がある時の方が、割れてしまうっていうことがね、ないので、ないっていうか、まあ、なんだろう、そのリスクが少なくなるのでね、そういった面をね、気を使うと、やっぱりちょっとこう半乾きの状態の方がいいかなと思います。まあ、なかなかね、見極めるのがね、難しいんですけどね。その要は季節によってとか空気の乾燥とかによってね、変わってくると思うんですよ。なのでね、まあこんなもんかな、いいかな、表面的にまあちょっと可愛いかなって思ったぐらいがちょうどいいかなと思います。よし。いや、季節がね、なんかまだね、思いっきり冬だけど、雨が降ったりすると割と寒くないなっていう時はあるね。まあ寒いには寒いけどね、まあ、比較的ね、寒くないかなっていう。まあでもね、こういった時にね、風邪ひかないようにね、まあね、今のね、ちまったの、ウイルスに侵されないようにっていうのもあるけれど、まあね、それ以外にも普通にね、風邪とかインフルエンザとか、まあいろいろあるんでね、そういったものにもね、気をつけていかないとね。まあ逆に、ただの風邪かなって思ったらね、実は違いましたみたいな風になってもね、損なので、まあね、しっかり体調管理とね、ちょっとおかしいなと思ったらね、しっかり病院に行くことが大事かなって思います。ほら、どうでしょうかね。今この表面からこうやって見るとね、白なんでよくわかると思うんですけれど、染み込んでるところがないよね。このエッジをこう見るとパチッといってるぜという感じになってます。やっぱりこれがね、ザラ拭きしてあって、こうビシャーっとこう塗ってしまうと、こう隙間から入ってしまったりとかするんですけれど、まあこういった感じでね、ザラ拭きをして、塗装をこう塗るというよりも重ねていくっていう、積んでいくっていうような感じの方がいいんじゃないかなと思います。でね、このやっぱり角をね、取るっていうのが難しいんですよね。これ剥がす、こういった面では普通のマスキングテープよりも、青島のこのマスキングテープの方がやっぱりちょっと粘着力が若干弱いんで、剥がしやすいっていうところはありますよね。ね、そんなことやってると、こうパリパリってこうね、周りがなったりとかせずに綺麗に収めることができました。じゃじゃーん。ここちょっと尺が足りなかったね。まあしょうがないね、マスキングテープの大きさなんで。まあそういったことがね、気になる場合、意外とね、こういうのもね、組んでみると内装が黒かったりするとね、余計に見えなくなってしまうことが多いんですよ。ここでね、あ、いやいやいやとか思って直そうと頑張ってしまうと、逆に失敗こいたりとかね、することがあるので、まあ無視した方がいいかなって思います。まあちょっとこれね、おまけの動画のところになってくるんですけどね、こういったものもね、これスモークガラスだったんでね、分かりづらいんですよ、これ塗ってあるかどうかっていうので。まあ塗ってあるかどうか分かりづらいっていうことは、結局ね、一応塗るだけ塗っておけば、塗ったっていう感覚だけ伝わるんで、いいんじゃないかなって思います。塗装する際に見にくいっていうことは、完成してる時にも見にくいっていうことだからね、まあ妥協できるポイントなんじゃないかなって思います。でもね、やっておくと、 やるのとやらないのとではね、こう見た時の雰囲気がガラッと変わってくるので。で、分かんないからね、表から見てもね、まあ裏から見ればもちろんこんな感じで分かるんだけど、そう、こういうのもね、おっとっとっと、一応ね、やるだけやりましたよという感じです。まあ、ハイエースの場合ですとね、後ろがね、3枚ガラスっていうか、こう後ろがね、フロントのガラスと、まあ、真ん中とリアとみたいな感じで分かれてるので、一応ね、ちゃんとやってあげましょう。
逆にこのガラスが1枚でつながっちゃってるからね、やらないとね、完成した時にちょっと見えた時にダサいんじゃないかなと思って、ひと手間ですけどやった方が安心で、ガラスのこういったパーツの部分にちょっと細かな傷がね、どうしても新品の状態だったりするとついてたりとかするので、それを取りたい時はね、あのこういう塗装が終わってからの方がいいですね。コンパウンドとか磨いて、まあどっちが先でもいいと思うけど、やっぱりその後の工程作業を減らして、傷をさらにまたね、そこからせっかく磨いたのにまたついちゃったみたいなのをね減らしたいんで、やっぱりそういう窓ガラスを磨くっていうのは、この塗装を全部やった後にやった方がいいんじゃないかなと思います。で、深い傷があったりなんかした場合はトップコートで、あのその傷を埋めてあげるみたいなねことをすると、あの分かりづらくなって、見えづらくなっていいかなって。でもちろんその後ね、あの研ぎ出しとかねしっかりしてあげないと、あの今度その塗装のなんかこの模様みたいなモンモンがついちゃったりするので、まあ、どのみち研ぎ出ししないといけないですけど、大きい傷はそういうのでやった方がいいかなと思います。トップコートで消すみたいなね。よし、 OK できたよという感じでね、今回はねマスキングしてでの塗装になりました。まああの何と言いましょうか、特に難しいことではないのでチャレンジして、今のねザラ拭きっていうのをね、あのしっかりやって、なおかつちゃんと密着させてあげると、青島のやつでもまあ綺麗にできますよということが分かっていただければと思います。ちょっとねここで100均のセリアで買ってきたこのガムテープが調子がいい。あのちょっとさ、普通のさなんか売ってる布のガムテープとちょっと若干この見た目雰囲気違うんだけど、これいいんだよね。なんか100円でこれ1束1ロール売ってんだけどさ、なんかね何がいいってね、粘着力が高くて、今みたいにこうさパーツをペタってこうつけるのにちょうどいい。普通の売ってる布テープでも強いんだけど、こっちの方が強いな。しかもね、あの布のこのベタベタがね残りにくい気がする、今のところね。長時間つけていればまた変わってくるのかもしれないけど、まあ作業性こうパパパッとやってくんだったら全然いいね。粘着も残らずにすごくいい感じだった。セリアのね100均で売ってますので試してみてもいいかなと思う。ちょっと今後これにしていこう。今までね本当に本物のちゃんとしたやつを使ってたんで、結構粘着がね残ったりしてイラッとする時があったりしたから、こっちの方がいいかもしれないという、どうでもいい情報もまた一つあるということでね、今日はこの辺にしようかなと思います。またねどんどん進めてね、ハイエースをね完成させていきますので、また見ていただけたらと思います。ではまた。